2012年のデビュー以降、高い人気を誇る韓国発のボーイズグループエクソ。グループ内ユニットのエクソ CBX としても活動するメンバーのベクヒョン、シュウミン、チェンが6月1日、所属事務所の SM エンタ、テインメント、以下、SM、に対し専属契約解除を通知し、双方の意見が対立するなど混迷を極めていましたが、一転して和解へ。 専属契約関係が維持されることが19日に発表されました。写真、所属事務所と和解へ、エクソ、ベクヒョンの8年間を振り返り複数の韓国メディアの報道によれば、ベクヒョンら3人は SM のアーティストに対する不当に長い専属契約期間や不透明な報酬計算などを指摘し、同社が応募を繰り返していると主張。デビュー前の練習生期間を含めると、 約20年にわたって同社に所属することを強要されたと、SM 側に専属契約の解除を通知し、韓国の公正取引委員会に取引地位乱用行為として提訴しました。一方、SM 側は公式文書を通じて反論。また、第三の外部勢力の介入、他の芸能事務所による3人の引き抜きを疑う姿勢を見せ、双方の意見は対立することに。 ゲッティイメージズ。議論は長期化し、ファンからは困惑と心配の声が上がっていましたが、19日に SM は3人との共同声明を通じて和解を発表。弊社とアーティスト3人は、巨心坦解、巨心坦解、にすべての問題を十分な時間をかけて率直に話し合いました。これを通じて、誤解により発生した意見を解消し、 相互に円満な合意に達したことをお知らせできることを嬉しく思います。と、両者が契約関係を維持していくことを伝えました。引き抜き疑惑に関しては、誤解があった、として、第三の外部勢力の介入に関して弊社が誤解していた部分があったことがわかりました。この場を借りて、弊社の発表でご心配をおかけした関係者の皆様にお詫び申し上げます。とコメントしました。アーティスト。 所属事務所間の契約に関するトラブルは円満な解決が難しいことから、今回の合意は異例のケースと言えそう。エクソというグループを維持するために声を上げたという3人に、ファンからは、本当に良かった、3人ともお疲れ様、と安堵の声が寄せられています。また、7月10日にはセブンスフルアルバム、エキシスト、でカムバックすることも明らかに。これに先立ち、今月12日に新曲、 レッドミーインが先行公開されました。エクソがアルバムをお披露目するのは、2021年6月にリリースされたスペシャルアルバム、Don't Fight the Feeling 以来、約2年ぶり。フルアルバムとしては2019年11月リリースの6フルアルバム、Obsession 以来、約3年8ヶ月ぶりとなります。今回のプロモーション活動には、今年5月に入隊した会を除く就任。 ベクヒョン、チェン、チャンヨル、DO、セフンの7人が参加する予定とのこと。久しぶりのカムバックを楽しみにしたい。